皆さんこんこにちは今回なんですけれどもー久保建英とマジョルカこの辺りについてね、えー、少しお話ししたいと思います。で、まあ、久保ね、あのー、今ねレアル・マドリカ・スリージャで、えー、プレイしてますけれどもオリーガーエスパニャラでは9月2日まで、えー、こ,のこの夏の移、ね、籍市場まで開いているのでまだ移籍が可能だと。 で、このタイミングでですね、えー、今一部にいるマジョルカが、あクボの獲得をね、解、え、消、ー、を示していると、スペインの、ね、複数メディアが伝えています。で、元々はね、あのー、フゴーネスっていうところのメディアからの情報だったんですけども、それがね、まあ、マルカだったり、アスだったりっていうところ、まあ、主要メディアも伝えるようになっているので、えー、割とね、信憑性が高い情報ではないかなと思います。で、まあ、肝心のマジョルカ、あマジョルカですね、えー 8、勝ち19シリーズンにですね、えー、2部で、えー、プレーオフを勝ち抜いて、えー、一部昇格を決めたあーチームではあります。これはね、あのー、昔からリーガーが好きな方なんかは、 あご存知かもしれないんですけれども、おマジルカはね、非常にこう歴史あるクラブですし、えー、かなり長い間、あ一部でもお戦っていたあクラブであります。で、まあ、日本人選手もですね、えー、大久保義人だったりとか、あ家長晃人だったりとかっていうね、選手が過去にプレーしていますし、えー、日本のね、リーガファンにとっても割とこう馴染みのあるクラブではないかなと思います。 で今期のマジョルカについてですけれども、まあ、その予想スタメみたいなものをちょっと出しながらいきたいんですが、442か433かっていうところではあるんですが、一応開幕節の A ワールド戦では442でプレイしていたと。ただ、そのやっぱりその試合を見ていく中で、まあ、流動的にね選手が動くんですが、まあ、右サイドの、ね、ダニーだったりとか、逆に えー、トップに入ったね、えー、ラオって選手はです、ね、結構こうサイドにこう流れて、まあ、前に張ったりとかっていうのがあ多いので、えー、割と 4−3−3 という形を取ることもあるかなと思います。で、肝、えーまあ、になる選手としては僕は、ね、あのサルバ・セビージャを上げたいと思います。もう 大ベテランとイエル選手ですけれども、昨日ですねマジョルカが昇格した、まあ、一部に昇格した、まさに原動力となったのは僕はこの選手だと思います。でもう少し言うと、久保がこのマジョルカに入ったらっていうところの話をしたいんですが、まあ、プレーするとしたら、4あ3三3だったらインテリオールかウィング。 4 −、まあ、4 4 2だったらおそ、まあ、らくサイドハーフに置かれると思うんですが結構ね、えーまあ、厳しいというかあ簡単ではないかなと思っています。というのは、まあ、これはマジョルカに限らずですけれどもお、まあ、2部から1部に上がったばかりのクラブであって。 で、えー、基本的に戦い方は、まあ、守備から入って、えー、カウンターを狙うっていう、えー、スタイルで戦うことに、えー、なると思います。で、そうなってくると、 あの選手自身の技術とか、えー、クオリティスキルっていうものよりも、まあ、守備面ですね、えー、守備面での貢献、まあ、ハードワークできるかとか走れるかとか、まあ、どこにいるかあ、まあ、ポジショニングも含めてっていうところ、えー、そこをですね、えー、かなり監督のコンセプトだったりとかあ戦術っていうのを早い段階で理解して吸収してピッチ上で体現。 えー、しなければあいけないかなと思います。で、これができないと、レギュラーになるっていうのは、あ非常に、えー、難しいかなと僕は個人的には思っています。ただ、なぜ、えー、マジョルカがこのタイミングでですね、久、え、保、ー、の角に動いているかっていうところをやっぱり考えたいと思います。で、それはなんでかっていうと、マジョルカとしてはですね、まあ先に挙げたあ予想スタメンとかもそうですが、あー割とですね、 昨シーズンからあ、えー、メンバー変わっていない、特にそのレギュラーの選手はあ、ほとんど固定みたいな状況になっていて、で、それは、あのー、まあ、長くやっている分ですね、まあ、監督の言ってることも理解しているし、えー、まあ、選手間の連携だったりとか信頼関係っていうのが深まっていて、まあ、いいんですが、ただ、逆の側面から言うと、まあ、チームが固まりすぎているあまりに、 えー、それがモロさんに繋がるっていうところがね、えー、少なからずあると。でマジョルカとしてはまあ何が欲しいかっていうとおまあ奇末剤が欲しいんですね。で奇末剤が欲しいでそのタイミングで、えー、まあ目をつけたのがクボであって。 でえーまあ、18歳のお、まあ、日本人の選手ですけれども、まあ、バルトのカンテナのであって、えーまあ、マドリーとバルサが争奪戦をする形で、ね、最終的にマドリーが争奪戦を制して、えー、取ってきた選手だと。でプレシーズンで、ね、彼のおプレーを見ればあクオリティがあるのは、ね、疑いの余地がないですし、このタイミングで久保を取ればあその、スポーツ的側面の 効果もさることながら、日本のメディア、日本の目がですね、こ一気に集中して、そこでのインパクトっていうのも、期待できるっていうのがあって、えー、今ね、マジョルカは、ここにね、えー、目をつけていると思います。で、久保としては、まあもちろん焦ることはないんですけれども、残り、えー、10日余りね、えー、まだマーケット開いてますから、で、依然としてね、えー、バジョンドイルからも関心があると言われていますし、えー、そんなに焦ってね、えー、席先を決める必要はないんですが、 えーまあ、一部からのオファーが来てる、まあ、関心があるということで、えー、当然ながらあここでね一つチャンスうになると思うのでね、えー、ぜひ今、まあ、挑戦してほしいなというふうに思います。